ライフオアシスさん、ケイさんとゆうやまさんに質問です。今から30年ほど前、ケジラミが大流行しました。お二人は患ったことがありますか？私は患い、毛を剃りパイパンにして先っぽをつまんで緊張路をぶっかけて直しました。お二人の性病に対しての対処はどんなかとお聞きしたいです。飛ばさなくていいですか？30年前ちょうど刑務所の中にいたから、出てきて20年じゃないですか、はい、はいはいはい、で12年入ってたんで、はい、中にいたんで経験がないですね。ああ、なるほどなるほど。30年前ちょうどなったっていう話ね、方々。ああ、なるほど。経験なくてよかったですね、逆に。これはあるよ。ある。あるある。当時その30年まではないけど。すごい流行ったみたいですね。30年まではないけど、俺が16、7、8ぐらいの時にものすごくこう、すぐさせる女がおって、で。家出少女やったじゃんね、はい、で家出少女でケジラミ持っとうよっていう話は聞いたことあったっちゃけど、本当に持っとうとも思わずにして、で次の日からもうものすごく痒くなった。対処法、対処法は最初俺伸び取り子、伸び取る粉があるやん、うちに犬買ったたで犬用の伸び取り子をバーって振って、そしたら出てくるんですよ、チラミがもう分かるんですよね。でそれで、すぐ洗い流して僕は終わりました、うん、すいません、なんか変な質問でこういうの多いんですか？怒られるね、Kさんの方からね。いやいや、本当ですね。Kさんは何しゃべらせるんかってね。そんなことKさんに質問するなんて言われそうですね、うん、川口瑠衣さん、こんばんは。こんばんは。Kさんと湯山さんに質問です、はい、刑務所の中ではどんな食事が出ましたか？あと、アメリカの刑務所って刑務作業をあんまりテレビなどで見たことがありません。刑務作業、皆さんどんなことされてるんでしょうか？自分から言いますか？はい、アメリカはもうみんな自分でいろんな刑務作業を選べるし、はい、家具とかも作ってますし、日本とほぼ変わらずに、工場は工場であって、あと草刈りとかやってるやつもいるし、掃除だけやってるやつもいるし、自分はランドリーで働いてたんですけど、はい、そこで囚人のズボンだとかシャツだとかミシンで全部縫ったりしてましたね、うん、あとはスーパーがあるんでスーパーの中で働いてるやつもいるし、もう仕事は自分で選べますね、うん、ただボスがそいつ気に入らなければ雇ってくんない、うん、あそこの作業場のボス、そうです、日本みたいに工場があって、例えばそこの工場の親父が例えば気に食わないと働けないのと一緒で、はい、向こうも同じですね。なるほど。それ月々いくらぐらいもらえるんですか？中卒だと1ヶ月5ドル35セントで、高卒以上だと初任給が確か50ドルか75ドルから始まって、毎年給料上がっていきますね。だすごい長い二十何年働いてるやつとかだと、やっぱ月2000ドルとか、だから20何万って大きいですね。その他にみんな自分たちでハッスルしていろんなでバイトするんで、薬売ったりとか、だから囚人はとにかくアメリカの囚人はめっちゃ金持ってますよ。じゃあ言うたら一つの一回の懲役で財を築いて帰る人間も、あ、います、だって94年以降はポケットに現金入れてなかったんです、はい、それまでみんなこうやって全部現金持ってたんですよ、はい、であまりにも殺人が多くなっちゃって、まあ、刑務所の中で強盗があるんで、ああ、なるほど。で94年以降に、はい、なんですかね、キャッシュカードみたいなの、はいはいはい、ID カードとキャッシュカードが一緒になって、その中に自分の所持金が入るようになったんですね。あ、で、ベルジムってベルギーの人とか、はい、ユダヤ系の人とかだと3億とか持ってる人いますから、刑務所の中で、刑務所の中で、そのくらいだからアメリカの刑務所の中に金持ちいっぱいいますよ。だってロシアマフィアでティコっていうその双子なんですけど、はい、朝原将校にバズーガとか戦車とか売ってた双子がいるんですけど、はい、そいつらだって何億って金持ってましたからね。へー、そんなのザラです。
正原商工に売ってた人たちと一緒に勤めてあったんですね。そうです。ましょう、はい、いやさっきKさんの方の動画の撮影があったんですけども、うん、その中でもアメリカの刑務所ってすごいですよね。なんかその自動販売機が、ね、自動販売機があったりとか、うん、スーパーがあったりとか、うん、そうですね、映画館もある、うん、アメリカンフットボールのコートもある、うん、サッカー場、野球場、とにかく全部ありますよ、はい、もう一大ショッピングモールみたいな感じになってますね。全てありますね。ないと暴動が起きますから。やっぱり自由の国なんで、うん、だから例えば映画、はい、週末映画をやるんですよ、うん、土日で映画が上映されるんですね、うん、はい、で映画館が2つあって、で2種類の映画が上映されるんですよ。で囚人のリクエストで例えば外でこの映画がロードショーされてるってなるじゃないですか、はい、そうするとやっぱね、外ではやっぱロードショーされてるのって、ね、4個も5個もあるわけじゃないですか、うん、だけど映画館が2つしかないんで2つしか上映されないんですよ、はい、それをまず囚人たちがリクエストで一番多いものを上映するんですよ。へ、うん、映画もちゃんと見れますし、そう、もう今巷で放映が始まったやつとかがリアルタイムに、そうです、その週に外でロードショーやってるのを刑務所の中で同じものをロードショーする。すごいですね。それやんなかったら刑務所中暴動起きますよ。はあ、はい、なんか古い映画のやつをとりあえず流しとくみたいな、そんなもんじゃないですか。それはもうテレビルームがあって、はい、テレビルームが30個ぐらいあるんですね、はい、で映画も何種類かあって、サスペンスとか、うん、でそういう映画の種類があるじゃないですか、はい、それは24時間ずっと映画を繰り返しやってるんですよ。すごいですね、うん、それも皆さん囚人の方はいつでも見れるよっていう、好きな時に自分の仕事をやってる時間以外は好きなテレビルーム行って映画見てて構わない、うん、まあ、こういう言い方しちゃいけないですけど、うん、その映画が流れないことで暴動が起きるってやっぱ×が多いんですか？やっぱ日本人からするとそんなことで絶対その暴動なんて絶対起きないじゃないですか。どんなにその日本人が荒くれが多くても、そのなんでしょうね、例えばその他で放映されてるからここも流せっていう感じの、その当たり前の部分でやっぱそういうふうになるんですかね、マインドは。っていうかやっぱなんですかね、自由な国と人権を重視する国なので、それがもう当たり前。なるほど。じゃあ俺はクリスチャンだから、はい、ね、はい、囚人だけど、はい、こうやって金のネックレスして、うん、ね、十字架ぶら下げて、はい、もうそれが自分の宗教だから、囚人だけど、うん、こんなぶっとい金のネックレス 200g ぐらいしてるのもいるし、で俺はブダだって、うん、仏教だって言えば、はいはいはい、金のネックレスでブダぶる下げてるやつもいるし、だからもう本当の自由の国なんで、それね、これが俺の宗教だっつったら、はいはいはい、刑務所側は何も言えないんですよ。そういう、まあ本当自由の国らしさっていう部分ですね。食事の面とかはもう、食事は大体もうみんな金持ってるんで、大体スーパーで食料買って、仲間同士でみんなで夜飯作って。作るんですか？作れるんですよ。キッチンみたいな。キッチンはないんだけど電子レンジがあって、電子レンジで全部作れるものを、だから米とかも東京ライスっていうのを売ってて、でそれをボウルに入れて水入れて電子レンジで15分入れると普通に米が炊けるんですよ。へえ、はい、どうですか、日本の米と比べて美味しかったですか？いや、だって日本から入れてる東京ライスもインスタントなんで、今で言うと、こっちで言うとほらチンする砂糖のライスみたいなぐらいの味ですよ。へえ、すごい、はい、で
おかずも全部売ってますし、でも売ってるものはその刑務所で作られたものではなくてもシャバと同じものが売ってるってことですか。そうですそうです、だからそうですね、あのキッチンはやっぱまずいんですよ、食べ物が。キッチンっていうのはあれですね、よく映画で見るあのプレート持って並んで、であのもう1週間のメニューっていうのがもう何十年ってずっと一緒なんですね。月曜日 あのランチはこれ、ディナーはこれ、火曜日はこれって、で水曜日はあのチーズバーガーとフレンチフライ、あのポテトフライかオニオンリングなんで、囚人が全員行くんですよみんなそれだから人気メニューですね。そう、あとフライドチキンとかそういう時はみんな行く、そういう時はみんな飯作んないで行くんですけど、一番やっぱ嫌われるのはスパゲティとか、あのまずいですよね、あとはフィッシュフライ、あのナマズのフライなんですよ。あれの時はまずほぼ行かないですよだけどやっぱほらお金のないやつとかどうしても行かなくちゃいけない。そうですね、食えないですもんね、うん、まあ日本の刑務所も、まあ俺は佐世保とその福岡刑務所しか行ってないけど、まずいね。もうだって俺その最後の衝撃行った時90キロぐらいあったのよ体重が、はい、出る時はもう俺52キロだったけどねもうカレッカレで出てきましたもん、もう食べたくないんですよ。なんでもうあの死なない程度に食べとこうっていうぐらいでしかもう食べ嫌いやった俺は。他の人はねあの結構食べたりもしよう、例えばしかも美味しいとか言いながら食べるじゃん。ダイエットにいいです。バカかなと思って思えたもんダイエットにいい。いやでも本当福岡刑務所はダイエットがちょうどいいです、まずいですもう俺が言えるそんくらい I can see my own silhouette.